井村さん、こんにちは。いや、もう大変なことになりました。大谷翔平がですね、初めて、ワールドシリーズを制覇し、そしてリングをもらえるということで、優勝、日本の皆さんにも知っていらっしゃると思うんですけど、私のコーナー見てる方々にみんなにおめでとうございます。いや、1年ずっとやってきて、皆様のご協力もありまして、なんとか優勝しました。しかしね、5点も取られてね、負けていたのよ。それがね、5回しないようにじゃないんだけれども、もう巡り巡ってヤンキーズが4つのエラーもして、そこでガーッと5点上げてですね、でその後にもうとにかく義比で1点、また義比で1点、それでまあ、最後にね、ウォーカーボエラーがですね、クローズして、とにかくね、今日はダメかと思ったのよ。もうやっぱりね、一日休んでドジャース球場行ってやるのかなと思ってたら、もう早めに決めまして、いや、大谷さんもすごい喜んで、山本由伸も初めてでございます。しかし日本からね、山本由伸は一番幸せだね。日本から来て1年目にリングもらえるんだよ。大谷さんはエンジェルスで苦労してやっと、まあこちらでは1年目ですよね。それから彼もそうですよね。このテオスカ・ヘルネンデスもね、初めて来て、まあそれ以外に怪我したも人もね、いっぱいいるんだけれども、ストーンだとか、カーショーだとか、それからまあもう一人のピッ、とにかくね、最後のこのワーカービューラーはすごい良かったよ。いや、なかなかね、もう鋭いチームだからね、相手は。なかなか勝てないと思ったら、なんと、ワードシリーズ制覇、おめでとうございます。リングね、偽物リングをちょっと買いたいね。優勝の洋服も欲しいし、いや、何ともあればね、まあ、とにかく、今日はですね、10月30日水曜日で、日本は10月31日木曜日ということは、今月以内で締めたんだよね。これで1日過ぎたらまた11月になってしまうので、すごいことしてくれましたね。それからね、まあこの日本ではですね、子役所、大谷さんの欧州のところですね、なんかいつもね、まあ、みんな明日までパーティーやって、大谷さん応援してるんですけどね、まあ、大谷さんがね、怪我してしまったからもう言うことないんですけど、なんか打てないんですよね、もうね、大事なところに出てきても。まあとにかく一個、今日だけキャッチャーの妨害があって、その時はまあ良かったんですけど、それまたね、あれに備えたんですよね、勝ちの方に行きましたから、良かったなと思いますけどね。それ以外にまあもう映像もいろいろあるけどね、まあとにかくね、やっぱりね、チームのね、周りがみんな頑張るということがね、もう素晴らしかったですよ。フラハティがですね、1.1、もう1イニングでも、ね、3点上げて、あともにて、もうね、見てられなくて、コーチもすぐ変えましたね。やっぱりね、いい時と悪い時があって、彼の悪い日だったんですよ。でも彼も幸せですよ、勝ったから。もうとにかくリングもらえるということでございますからね。これが皆様の、とにかく夢、なんとかしてあそこにたどり着きたい。なかなかそう簡単にたどり着くこれないんでございますよ。ね、で大谷さんもこれでゆっくり休んでですね、肩を直して、ね、それからまたね、まあ日本からのその佐々木朗希が来るのかどうか、まあいろんな人もミックスしていろいろまだ頑張ると思いますけどね。まあ大変な時期だったけど、よくここまで持ってきましたね、ということでございまして、今日も最後、まあいろいろもちろんずっとやってきますけども、今日も参りましょうか。 Ladies and gentlemen from United States of America Hollywood California and Universal Studio Mr. Shohei Ohtani、ワールドシリーズ制覇おめでとう。やっぱり記念のあれですね、昨日一生懸命タッチャチャタッチャチャ、あれが効いたのかね、なんてね、ちょっとね、カツを入れましたからね、昨日ね。だからね、カツがね、反対に出てダメかなと思ってたら、なんとかして、それで Mr. Shohei Ohtani from Japan 花巻東高校 High School and 岩手プリフェクチャー
とにかく日本の皆さんおめでとうございます。いやいや、1年間戦ってきてね、なかなかね、あの30チームがありますからね、その中で一つのチームしか優勝できないので、いや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 、ずっと1年やらせていただいて、まあ今年もね、皆様のおかげでずっとやってきまして、なんとかね、もう嬉しい限りでございます。皆さんも嬉しいと思いますので、とにかく今日も行きましょうか。はい、ということで、まずはね、こういうところがなんかね、すごいものが出てましたよ。ほら、2024年 LA World Champions で、この辺ガーって見たら大谷さんがね、ここにいるんだね。ここ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 ね、これこの手がそうかな、ここここです。これ関係ないね、これが大谷さん。はい、みんなうまくこう入れましたね、なんだね、誰かがやってくれたんですけど、はい、これもやってますね。ワールドシリーズでまあこう 4,5 人が出てるんですけどね。あとはこれ、これが瞬間でございます。ドジャースマウントヒストリックゲーム5カムバック、5点のカムバックだからね、 to win the World Series、 それでワールドシリーズ制覇したということで、ちょっと情報少しあります。はい、どうぞ。ドジャースワールドシリーズ制覇のために歴史的なゲーム後の逆転劇を展開、うん、激しい攻防が繰り広げられた第5戦で、容赦ないドジャースは5点差を逆転し、5シーズンで2度目、1988年以来のフルシーズンでの優勝を果たしました。だからね、この間やったのはあのフルシーズンじゃなかったんですよね、あの例のあのパンダミックの時だったから。それでね、パンダミックの時にまたあのそのパレードもできないのよ。ほんで今年はパレードもやるから、戻ってきてあの LA ドジャースの周りでパレードもやると思うので、それをまた楽しみにしたいと思っております。最高ですね皆様。ということでいきましょうか。はい、で優勝のね、私は1分以内のショーツをあげましたの で、 で皆さんにちょっとお見せいたしましょう。はい、いきましょう。大谷さんも抱き合ってますからね、みんなと。これが勝ったあの瞬間でございます。いや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 、あのね、ワクウォーカービューラーは良かったよ。うん、これで大谷さんも走られないティオスカイレンダさんと一緒にこんな手上げてさ、おフレディ・フリーマンがですね、結局あの MVP もらいました。はい、まあね、あれはやっぱり素晴らしいよ。毎回毎回ね、ホームラン打ってるから最高でしたね。まあ大谷さんもね、喜んでおります。もう多分ね、肩の痛み忘れてますよ、大谷さん。なんか見てたら。まあもうね、ゲームするわけじゃないんだから。いやいや、もうね、あの優勝したあのこの帽子とあの優勝のユニフォームも着て、今やられております。喜んでおりますけどね。また改めておめでとうございます。ということでいきましょう。はい。はい。これですね。結局は、そのヤンキースと5番目にあれがつきましたから、決着がつきましたので、5試合目ですね。でもし、クグが負けたことになったら、あの1日休んで日本あの、ロサンゼルスで 6試合目。もし、あれが負けたら、3対3で7試合目やるんですけど、そのまま早めにもう決めましたから、よかったよかった、めでたしめでたし。いや、しかしそれにしてもあのジャック・フラーディかわいそうだね。 1イニングちょっとで終わっちゃったんでしょ、前は。でね、このゲリット・コールはすごいよかったよ。なかなか打てなくて、で彼いなくなってから打ち始めたんだけども、ただし5回にはね、あの彼よりもね、周りがエラーだらけでかわいそうだったけど、まあこういう運命だったんじゃないかなと思いますよ。やっぱりね、ドジャースが勝つ運命だったと思いますよ、これは。はい、ということでございます。はい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 、じゃあ皆さんおめでとうございましたからね、ここにここ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 、これはどこに行くの、ここかな。じゃあこれ本来は一生にね、これでワールドシリーズということで、あ、これでいいですね、ワールドシリーズ、ここ。あ、そうか、ここ、ここ行きながら、これでもう一個ここに持ってくればいいんだね。はいはいはい。ということで、おめでとうございましたね。はい、ということで、4勝2敗、1敗か、4勝1敗ですね。
はい、ということでございますね。とにかく勝ちました。勝ちました、勝ちました。はい、それでは、それではじゃあ行きましょうか。今日ね、こういうメンバーで行きましたよ。フラーティーはもちろんそうなんですけど、大谷、ムーキーベース、フレディ・フリーマン。うん、彼もいい時に打ったよ。2つ入ってきたから。フレディ・フリーマンもいい時に打ったし、彼もみんなね、ギヒやったりとか、まあいろいろ、みんな頑張ってましたよ。とにかく頑張った。エンリキも頑張った。頑張りましたよ。やっぱりさすがだね。うん。はい、じゃあ、ここで分かりますね。分かりやすいでしょ。で、まずね、ヤンキースが3点取ったんですよ。1回裏に。それで、また2回裏にも1点取って、3回裏にも1点取って、で、ここは 0-0 になって、5回の表にね、あれが、待ちに待ったね、エラーなどで5点も取ったのよ。これ、同点したのよね。そしたら6回の裏でね、なんかグレートロールがね、もう全然ボールしてた。しかし皆さん今日見てたらね、もうね、コールは1ストライク、2ストライクってストライクがボンボン入るのよ。フラハティはもうとにかくフルカウントまで行くのよ。ストライク入らないのよ。でフルカウントまで行って、はい、歩かして歩かすともうどうしようもないのよね。満塁にしたりとかいろいろして、で、まあ、コールの方はすごい良かったよ。ボン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 ストライク投げて、もう、大谷さんもね、あんまり様子つけなかったね、やっぱりね。うまい具合に打とうと思ったら打てない。まあ、とにかくそういうことで、1-1 でしょ。で、これ5点取ったのよ。それでまたすぐ1点取られたのよ。それでね、この8回の表でね、ドラマが待ってましたね。うん。これをね、2点取って、それで7対6で、最後に、ウォーカー・ビューラーが締めました。もちろん、トレーニングももちろん1イニングか2イニング以上投げてますから、彼も良かったけど、でも彼の場合はね、1塁、2塁、必ずいるのね、ボエラの場合は誰もいなかったよ。1、2、3でおしまいで勝ったんだよね。まあ、その日によっては違うからね、みんなそれぞれ。ということで、まあ、とにかく7対6で LA ドジャースが勝ちました。で、最終的な大谷さんの打率は230、得点は14。うん、本塁打は3号。まあとにかくね、もうね、怪我してからね、もうホームランがね、私だったらホームランは狙わないで、もうとにかく軽く打てばどんどんヒットになるから、で1回だけやったんですけど、それ以外はね、ちょっとね、やっぱり打ってやろう、打ってやろうって気持ちがあって、それがちょっとあまり裏目に出てよくなかったんですけど、まあとにかくオープスが766、まあ、8以上言わすこと、これも、まあ、怪我してしまったらもうね、これはね、私のコーナー見ていただいてる鳥すがりさんもね、もう3割はいくだろう、これもね1000までいくんじゃないか、800以上はいくだろうと話したんだけど、今回は残念ながらそうはならなかったですね。はい、ということでございます。そして大谷さんは4打数0安打三振、そしてベッツが1ヒットでアリビエが2つ取ってます。これ大きいんですよね。フリーマンも2つで、ヘルナンデスも2つだから、このアリビエが大きいのよね。それで最後にこのラックスが1番 RBI 取ってるから、ということでございましたね。まあそういうことで。で、ピッチャー行きましょう。フラハティが 1.1 イニングだけ。だけどね、皆さんね、このね、コーチ、ロブ監督のね、今までと違ってね、もう素早い、変えたりとかし、あれ変えなかったら大変だよ、もう。バカバカ打たれてたよ。だから良かったなと思って。やっぱりね、その日によってね、やっぱりうまくいかないときあるのよ。もうバカバカ打たれてたもん。なんか調子悪かったみたいですね。まあ、とにかく 1.1 イニングでもう4点を挙げてしまいましたからね。フラーティらしくない。ね。この間はすごい良かったから、とにかくいわゆる 7.36 ということで、ホームランが2つも打たれてるからね。これはやばい。誰でしたっけな、アーロン・ジャッジとスタントンもホームラン打ってましたね。でね、バンダに変えて、バンダも危なかったんだ、満塁にしたんだけど、なんとか、まあ、なんとか、ゼロで抑えて、その後にブラシアが来て、まあ、彼はね、やっぱりね、実績で、彼もね、ブラシアね、ちょっと調子悪いときは悪いのよ。だから1点、ホームラン打たれてしまいました。だからコペックもね、危ないんだよね。なんでみんながね、ボールから始まるのかね、ストライクのコーナーにストライク投げられないのかな。もうこの辺から全部ボールから始まるのよ。ところが反対側見るとストライクストライクストライクってくるのよ。
ねえ、それでまあ手出さないから手段の出してほしい。まあコペックもそうだけど、まあなんとかも頑張った。ワシアも危なかったけど頑張った。でガレットロールがもっと悪いのよ。もうね、 3人までいかなかった。 0.2 イニング、それでよかったよと。このトレーニングに変えて 2.1 イニング投げる。こう長く投げてますからね、これで。それでブエラーがしっかり投げて、ほらこれ綺麗だよね。 K が2つ最高でしたね。まあとにかく見てて嬉しかったよ。最初はね、もう がっかりしてて、今日はダメかな、もし終わったらどうしようかな。まあ一日、皆さんね、まあこれこともあるから、一日休んでまた明後日ドジャースでやった方がいいんじゃないかな、という気持ちもぐる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 回ってたんですよ。そしたらね、それはしなくても済んだ。ありがたいものでございますね。はい、じゃあ打席、まずはフライアウト。大谷さんはね、もう初球ばっかり打ってるからね、このフォーシームでも相変わらずね、パワーがないの、肩の問題もあるから、もう軽く出ばホイットになるんだから、もう本当にね、バーって綺麗に上げて、もうフェンスまでも届かないんだから、やっぱり自分のやっぱりその体のことも考えてあれやってほしかったんだけど、まあとにかく1球目ですね、フォーシームでもダメでしたね。はい、行きましょう。フライアウト、うん、大谷翔平がセンターのアーロン・ジャッジにフライアウト、うん、初球を打ってセンターフライ、このボールだったらホームランです。ボールがね、どうしてかというと、ここのコーナーで見てください。ここの大谷さんはね、これ軽々とホームランするのよ。ここの線でこっち内角に入ってきても外角に入ってきても打てるのよ。ただしこれ外に出てたりとか上か下こっち側だったら、なかなかそういうわけにいかないんでございますからね。もう止まってる場所が決まってるので、大谷さんはいつもこう測って立つんだよ、場所にね。だそれでまあやっぱりそれ以外のボールは、まあとにかく映像を 見させていただきましょう。はい、第1打席、はい、どうぞ。ほら普通はこれホームランなのよ。ところがもうほらあそこまでも行ってない。だから大谷さんはまあ、当然力の問題もあるけど、でうまく真ん中に当たれば出ていったんだろうけど、やっぱり上がっちゃったんだよね。まあとにかくそういうことでございました。はい、第2回2打席までいきましょうか。はい、2打席目フライアウト。これもフライアウト、前もフライアウト、合ってますかね。合ってるよね、英語でフライアウトって書いてあるから。今回は3球ですね。最後チェンジアップでやられたんですね。考えてますね、向こうも。はい、チェンジアップ、はい、どうぞ。フライアウト、はい、大谷翔平が左翼手アレックス・ベルデューゴにフライアウト、うん、今回は3球を使いました。最後はチェンジアップでレフトにフライでアウトになった。レフトフライでしたね。はい、わかりました。そして映像はこれでございます。じゃあ行きましょう。はい、今の空振り球の当たったらすごかったね。これもほら、これね、皆さんね、これね、本当はね、お尻出してしなかったらこれホームラン行ったかもしれないよ。もうちょっと後ろに行ったと思いますよ。だからね、ちょっと見てください、これ。あ、行くかな、ね、これね、ここを行ったらね、ここかな。ほら見てください、皆さん、こうほら、もうこれじゃね、パワーがないの。これ軸がね、ぐるーっと回してからボールが行くんだけど、この軸がね、もうダメだね。ほら見て、これほら、あ、いていてて、ほら、ああもうダメ。これ軸じゃなくて、ほら見て見て、もうお尻向いてますからね。で、それでもよく飛んだなと思うんだけど、これ軸入ってたらもうちょっと行ったと思いますよ。もうちょっと後ろに行ったかもしれないですね。まあということでございます。第3打席はですね、空振り三振。これはなんで空振り三振だかね、もうこれはね、ナックルカーブで空振り三振しました。今回は 1,2,3,4 球を使ってます。 1,2,3,4 球使ってますからね。はい、空振り三振、大谷翔平が空振り三振、うん、最後はナックルカーブで空振り三振をした。大谷はホームランだとうとしていますが、軽くヒットでも大丈夫だと思います。だから彼はね、ヒットじゃなくてホームランを打とうとしてる。もう大谷さんね、怪我してるんだから、ヒットじゃホームランじゃなくても結局はそれを狙って簡単にアウトになるじゃないですか。それだったらもう綺麗なヒットをやった方がいいと思うんですけどね。大谷さんならできると思うんだけどね。
まあ、いずれにしても、もう終わってしまいました。勝ちましたからありがたいですけど、まあ、結果は結果で、まあ、これはね、もう変わらないんでございますからね。はい、第3打席いきましょう。はい、お願いします。もう痛そうにしてましたね、これ。高めも、やっぱり、まだ、怪我、まあ、あれも下多いんていうことになってなくは。結果、高めをね、相変わらず打ってます。だから、ロブ監督もね、まあ、腕に痛いのは分かるけども、とにかくボールを打ってると。さあ、それをね、やめてほしいということ言ってましたね。まあ、ダメって言ってももう終わっちゃった。勝ったし、まあいいでしょうということでございます。はい、第4打席目。今度はゴロアウト。これは何球打ったんだっけ、ナックルカーブ。これね、うまく打ったのよ。ところがね、やっぱりゴロになると取られちゃうんですね。はい、ゴロアウトでございました。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。はい、ゴロアウト。うんうん。大谷翔平がゴロアウト。ショートのアンソニー。ボルペからファーストのアンソニー。リゾエ。今回は3球を使い、ナックルカーブをうまく打ちましたが、ゴロアウトになった。うん。結構うまく打ったよね。ただしね、これね、ストライクでしょ？ボールでしょ？だからそんな高い、この3番目のこんな高いボールをね、振ることなかったのよ。の中ね、やっぱりね、待ちきれないのよね、たまに見てると。待ちきれてる時には、で、相手、自分のボールを引き詰めて打つのよ。で、待ちきれないから、あれね、テオスカ・ヘルネンデスもね、たまにね、なんか外側の球をね、もう自分打つんだって決めちゃってるから。だから彼がね、もっと上手になるのは、あのボールを打たないことだよね。だからまあ難しいんだよね、もう近づけに来るから。まあということでございますので、はい、これですね。はい、じゃあ映像いきましょうか。はい、映像第4打席。はい、今の打ちで欲しかったの球、ほら、うまく打ちましたけど、もう取られたんだよね。あれは結構うまく打ったよ、外側の球。あれ、ストじゃなかったら、もっときれいに飛んでいったよね。はい、では最後は5回目。はい、これでね、キャッチャーの妨害ということでね、一応ね、これも一球、ファウルとなってるんだけど、一応妨害ということで、一塁に行きました。はい。キャッチャー妨害。ヤンキースがチャレンジ、キャッチャー妨害、フィールド上の判定は維持されました。うん、大谷翔平がオースティン・ウェルズによるキャッチャー妨害で出塁。ウィル・スミスが二塁へ。大谷翔平が一塁へ。うん、やっと初めて大谷さんが出ました。当然、あれはできないんですけどね、盗塁は。だから、ああやって出てきて、他の人がホームラン打ったりとかしたら、もうちょっと普通に走っていって、あれだと思うんですけどね。まあとにかくそういうことで米映像を見ましょう。はい、どうぞ。じゃあお願いします。はい、ああやっぱり分かったんだね。はい、キャッチャーのそれでね、まあいや当ててないって言って、それでまあビデオ判定でやっぱりそうですねということになった。はい、ということでございます。では話題トピックス、今日はね、このトピックスがね、すごい話題。英語のね、日本のね、この大谷さんの応援がさ、もうすごいですよね。大谷ホームタウン。Not missing moment of show。ショーの1モメントは全然ミスしてない。頑張って見てますよ、ということでいきましょう。はい。大谷の故郷、ショーの一瞬も見逃さず。うん。ワールドシリーズの各試合ごとに、翔平大谷のスーパーファンたちは、大谷がもともと出身の日本の田舎町である大洲市の市役所に集まり、ドジャースのスーパースターがどんな魔法を見せてくれるのかを楽しみにしています、うん、大谷翔平がワールドシリーズ第2戦を肩の怪我で退場した後、ドジャースや大谷の熱狂的ファンだけでなく、彼の故郷である日本の田舎町奥州市の市役所にいる人々も同様に心配していました。うん、それは大谷応援団市長のクランナリ
準が運営し、地域の259のグループで構成される組織が、市役所内で大谷の特別な偉大さを展示する展示会も行われる予定だったためです。うん、大谷選手がドジャースの4-2で勝利したゲーム3で、3打数無安打1、491、得点だったものの、約300人が応援に駆けつけたお祭りの雰囲気を台無しにはしませんでした。うんうんうん、イベントに参加していたみんなが大谷を応援していて興奮していましたと、チアリーダー隊のスポークスマンである鳥海智則氏は MLB.com に語った。多くの人が彼のプレーを楽しみにしている一方で、彼が今日の試合に参加できることにほっとしているようでした、うん、地元の幼稚園児たちも彼を応援するために来て、手作りのバナーを掲げていましたと鳥海氏は言いました、うん、さらに大谷選手をテーマにした特製のサンダースティック、クリアファイル、そして大谷選手の業績を記念したステッカーがグループに配布されました、うん、大谷は今ワールドシリーズ制覇まであと1勝となっており、高校時代に自分で設定した目標です。あ、そして故郷が彼を応援していることを知って安心していることでしょう、うん、大谷翔平がドジャースに加入した時、町とチームは10年間でワールドシリーズを制覇できると感じていました。そしてその10年間のうちに翔平が夢を追いかける機会が一度でもあればいいと願っています、うん、と先週 MLB ジャパンの通訳であるクレマツショーを通じて鳥海氏が語りました、うんうんうん、しかし彼がチームと協力してドジャースでの初年度にしてこの地点に到達できたのは、まさに大谷翔平らしいと感じているようです、うん、いやすごいものでございます。1年目にしてね、もうこうやってもらえるというのは非常にありがたいし、しかし応援団ありがたいね。かわいそうに怪我して打てなくてもね、もう応援を一生懸命続けてるということはね、ありがたいものでございますね、ということで、じゃあこれも応援団、子供がね、子供たちがこのバーナーを救って、翔平くん頑張ってって言ってますね。子供たちも頑張って応援しております。そしてこれはなんかね、映像もあるみたいだ。ちょっと行きましょう。サンダースティックって言うんだって。欧州文化会館、欧州ジャパンって書いてますよ。うん、すごいね。ありがたいものでございます。じゃあ、これいきましょう。サンダースティック見れるかな？これ、ちょっと飛んでしまいましたね。たまにこう、飛ぶんだよ。ああ、行かないの。これをしたらなくなっちゃうってことないよね。旅行したら戻った、はい、ということでございます。でもね、ここじゃなくてこの下の方に行きましたよ、うん、はい、もうちょっと下でございます。はい、今度ここ、はい、このね、The Pride of 欧州シティ、欧州シティのプライド、いいね、これは。頑張れ、大谷翔平。翔平選手。選手だね、これね。いやいやいや、すごいね。The Pride of 欧州って書いてあるよ。すごい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 。ありがたいものでございます、大谷さんにとってはね。で、映像は先ほど見せましたから、それ以外に映像はないよね。これはないし、ここにも映像はないよね。でこれ映像あったけど皆さんに見せましたし、これもないけど、はい、ここもないですね。ここもある、ある、はいはい、どうぞ。ゴーゴー翔平って言ったんだね。ゴー翔平、ゴーゴー翔平、ゴーゴー翔平、翔平、まあ、ということでね、私もカツチャ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 と入れてますけども、この人もね、もう一生懸命ゴーゴー翔平、ゴーゴー翔平っていうんだね。
おたにって言わないんだね。ファーストネームで読んでこれってこれもらっていただいておりますけどね。はい、続きましてこの方、はい、行きましょう。はい、ドジャース指揮官大谷翔平の打撃、肩に支障はない、ただ課題も指摘、ボール球を追いかけている。そうなのよ、今日もやってましたね。ドジャースのロバーツ監督は29日、ヤンキースとの第4戦で敗れた後に会見し、左肩脱臼の負傷を抱えながらプレーしている大谷翔平について言及した、この日は肩の負傷後初の安打となる仲間枝を5回に放ったが、他の3打席は凡退した。左肩のせいでメカニックに支障をきたしているのかと聞かれ、何度も何度も彼に聞いたが支障はない、彼はそれを感じていない、ただボール球を追いかけている、地球になる可能性のある大きな打席がいくつかあったが追いかけてしまって出塁できなかった、確かにあったね、昨日もあった。この日は怪我した後初めてスライディングをした、5回に仲間枝を放った後2塁に滑り込んだ、監督は実際に今夜はスライディングをした、彼が盗塁をすることはないと思うが今のところあまり問題になっていないと思うと話した。ワールドシリーズは4試合で15打数2安打、怪我をした後の2試合は7打数1安打となった、まあとにかく大谷さんは努力はしてるんだけどやっぱりついてこないんですよ、体がね。はい、最後の話題でございます。流れ、はい、行きましょう。はい、流れが変わった大谷翔平のドジャース、世界一にまさかの暗雲が。米メディア、明日以降の展開は。ロサンゼルスドジャースはニューヨークヤンキースとのワールドシリーズ第4戦に敗れて対戦成績を3勝1敗とした、不振にあえいでいたヤンキース打線が息を吹き返し勝利、歴史的なスイープで終わるかと思われた名門同士の対決は第5戦へと続く。米メディア、アウトキックのダンザクシェスケ記者らが伝えた。ドジャースは1回にフレディ・フリーマン内野手が2ランホームランを打ちリード、フリーマンはこれでワールドシリーズ6試合連続の HR となり MLB 史上初の快挙を成し遂げた、この時点で試合の流れは完全にドジャースで、ヤンキースファンはああ今日で終わりかと思ったことだろう、しかし意地がある、ヤンキースは3回にアンソニー・ボルピー内野手がグランドスラムを打ち逆転に成功、これで試合の流れが変わった、アーロン・ブーン監督はクローザーのルーク・ウィーバー投手を7回から投入、勝利への執念を見せると8回には不振にあえいでいた主砲アーロン・ジャッジ外野手にシリーズ初となるタイムリーが出る。過去3戦で計7得点だったヤンキースがこの試合だけで11得点、ザクシェスケ記者はヤンキース打線は復活した、明日の第5戦以降の展開は全くわからないと言及していて、ドジャースファンにとっては楽観視のできない状況となった。確かに、で最初からも点数がどんどん入っていったから、もう私もある程度は今日はダメかなと思って、ただし珍しく監督がね諦めてなかったのよ。そしたらあれがやってきて素晴らしかったね、ありがたいものでございます。はい、そして、今日はコメントございますよ皆さん。はい、今日はね通りすがりさんからいただいております。2つございますのでね、はい、行きましょう。はい、通りすがりの満身王さんコメントありがとうございます。ありがとうございます。速報、はい、フリーマン第1打席見事2ランホームランおめでとう、これで6試合連続ホームランの新記録樹立ですね、嬉しい顔、この勢いで今日の試合を勝って決めよう、当たりのくす玉いや私もそう思ったんだけど思うようにいかなかったんでございますよ。でそれ以外のこれはねクソこうだったんだけど、これ通りすがりの満身王さんの今日のコメントです。はい、ドルフィンさんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。やっぱりたまにねこう間にね送る、やっぱり先行されてしまうと、はい、ブルペンデーの場合いかがに勝利につながるブルペン投手を次戦に残せるのかが鍵となるため、
1試合の捨て試合で投手陣を温存できたから良かったのではと思いますね、うん、ヤンキースは後がないため実力のある投手から投入していかないと意味がないため、うん、5戦線でどの程度投手力を残して相手の投手力を消耗させられるかが和議事になります。とりあえずは明日の先発のコール投手をなるべく早く降板させることで相手のブルペン投手を引っ張り出せると思います。ただコール投手も明日の試合が今回のワールドシリーズ最後の試合になるだろうからできるだけ長いイニングを投げるように考えているでしょうね、うん、明日のドジャースナインはいかがにコール投手に球数を投げさせるか、うん、最低でも 3-2 のカウントまで粘れば1打者で6球投げさせることができるし、うん、四球をもらえたら最高ですよね、うんうん、大谷選手も打ちたい気持ちはわかりますが明日の試合は先ほど話したような戦略も野球の一つです、うんうん、以前に紹介したこともあったと思いますが古代中国の兵法家で有名な孫子の教えの中に彼を知り己を知れば百戦ほとんどからず戦う場合には敵と味方の両方の情勢をよく知った上で戦ったならば何度戦っても敗れることはないということを意味する大谷選手に一言言うならば、はい、今の自分が最大限チームに貢献できるプレーは何なのか相手の嫌がるプレーをするとしたら何ができるのかを考えてみても良いと思ってます、うん、そうです、はい、その先に勝利の女神が微笑むはず。明日の結果は今の段階では分かりませんが今シーズンのドジャースはたくさんの離脱者を出しながらも162試合をどのライバル球団にも負けないチームワークで戦意勝利をつかんできたはず。その集大成を今一度見せてくださいスパーク。うん、ください、うん、見せました。もうとにかくそれで優勝できました。ありがとうございます。取りすがりさんも本当お疲れ様でした。もう本当にね、これからまだ続くけれどもまあとにかく一応優勝したということで、めでたしめでたしよかったなということでどうもありがとうございました。いやいやいや、もうとにかくいろんないうことがいっぱいあるんだけどもうね、お谷さんもここまで来ちゃったらもうおしまいでございます。あとはね、もう一件いただいております。もうね、ひとさんありがとう。なんか素敵なバイクに乗ってらっしゃる方なんですけども、じゃあ行きましょう。はい、ひとさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。ひとさん、明日も負けそうに思います。大谷翔平相変わらずボール球振りすぎ。あ、やっぱりね、ひとさんがおっしゃることがコーチ監督も言ってました。とにかくね、この気持ちはわかるけれどもボール追いかけてますよと。だから球振りすぎなんだよね。確かにそうです。まあいずれにしてもね、本人はね、なんとかしてね、やろう頑張ろうと言ってやってらっしゃるんだけれども、なかなか思うようにねいかないこともあるんでございます。頑張りすぎてダメっていうこともあるんだね。はい、ということでございました。おめでとうございます。それではこれもうとにかく最後ワールドシリーズ制覇、はい、おめでとうございます。もうワールドシリーズ制覇、はい、これでもう制覇しましたね。はい、おめでとうございます。大谷翔平おめでとう。ということで今日はね、電車が出ます。はい、電車が出ますよ今日は。皆さんこれはどうなってしまう。あ、これだ、ここだ。はい、はい、行きましょう。おはい、行きましょう。皆様、大谷さんの17号がワールドシリーズに到達しました。皆さん、日本の方、皆さんおめでとうございます。グレープジャブ大谷ワールドシリーズ制覇、コングラチュレーションズ。ということで今日は少し長くなりましたけど、今後ともよろしくお願いいたします。それでは See you later alligator See you later alligator。 それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。